人生で一番印象に残ってる試合って何か、そういう人に来てますか。そういうの申し訳ない。マイナス点の J1 の強度は、はい、うん、そうっす、あれはすごい思います。ちょうどあの時あれでしたよね、パーセントマリノス争ってた。そうなんですよ、はい、でも本当になんか、なんか恩返してきたらなと思ってたんで、すごい良かったです。いきなりだって2得点ですか。いや、そうですね、すごいっすよ、マリノス。そうなんですよ、本当に。いや、どのゴールも素晴らしいです。特に得点面のとか、かなり、いや、いやでもあれは本当にシュート、いや適当ですよ。いやいや適当だよ。僕本当シュート狙ってたことないですから。いやそんなことないですよ。本当っすね。あのでっかい枠に大きくって頼む入ってくれって思ってるみたいな。いや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 。そうなんですか。はい。いや本当っす。本当ですよ。でそれは塚原さんだからできないですよ。僕がそれやったらできないって絶対。はい、こんなバラで言われたら適当で高いよくないですね。シュートもちゃんと、いやシュート持ってどんだけギャンブルギャンブルすぎすぎじゃないですか、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバーイ。疲れでーす。